とゲげたあんなマンなのキャラを見えー、となかなかペースに乗れないでおりますが三行の儀式を読んでいきます「昭万行儀式」本論の第2章からこれですね 全然進まない。二、重大受賞本文その時少々な受気を聞き終わり、協敬して立ちて重大事をうく。えーと先にですね。 ダイジェストでどんな話かというと第2章十大受章仏が昭万部人に対して未来世には不幸如来と名付ける仏で仏となるであろうと確約されたのを聞いて夫人は合唱して仏に向かって立ち獣の大いなる正解、まあ、近いですね十大樹を立ててそれを身に収めていくことを仏の前で誓った受けるというのは受精。 えー、誓って受けるですね受けて誓うか、えー、受解会,、えー、会を受ける、えー、誓いを受ける会を受けるかなすることで正解を我が身にしっかり保ち身につけるという意味である次に述べる3つの大いなる聖願すなわち三大願とともに具道者昭満部人の仏道への決意を表明する箇所としてこの部分は有名である。で といいうわけでで読んでいきますえここから「義書」の本文「その時昌万部人な寿記を聞き終わりより家は自分業を明かす中の第二十大受章なりその時書万寿記を聞き終わってよりかは自分業を説明する中の第二十大受章第二章重大受章にあたる」 仏の真実と断じて常住によらんと求むるは元善を主善がためなり仏の真実をたたえ常住の教えに帰依することを求めるのは本来悟りへの善を治めようとするためである「勝き家はすなわち昔に異なれば甲いもまたまさに昔を改むるべし」。 それに仏に対する喜への態度が以前の時とは異なっているのだから甲斐も以前に受けたものを改めるべきであるゆえに今大事をくるは釈日の症状の誤解に異なるなり それゆえに今、今10の大いなる正解すなわち1大代を受けたのは勝って受けた少女の誤解とは異なるものなのである中について中につき開いて三つとなし第1に寿懐の方便の証第2に世尊割れ今日よりいげは正衆寿懐を証し第3に保守世によりいかしょうを終わるまでは 誓いを立てて義を断ずこ,いいこの重大受賞を三つに分けよう第一にじ、えー、正解の受け方を明らかにする第二に世尊よ我今日より以下はまさしく正解を受けることを明らかにする第三に保守世尊より以下 章を終わるまでは章万部に自らが十の誓いを立ててこの誓いに対して章ずるであろう世の人々の疑念を立って正解を実践してゆく決意を起こしたことを説くまさに洋を検討とするがゆえにまず容疑を主してもってその志を沈む。 すなわちまず第一に婦人は意義を整え心を鎮めた「義を主して志を沈む,は沈むるは必ず会をくるがためなりゆえに第二にすなわち受会あり」。 これは要するに会を受ける心構えをしたのである。そして第二に正解を立てた。すでに会議すでに終われば、すなわち大衆、歌楽、正慢なすでに女人たれば、心ざすところまさに弱かるべし、しかるに今その送るところは花肌を申して勝闘し、 おそらくはまさに口実に当たらざらんかと。ところが正解を立て終わった後、えー、立て終わったところ人々の中で「婦人は女性であるから正解を守る決意は弱いであろう。それなのに今受けようとする正解は極めて重くかつ深淵なものである。おそらくは口で言うことと実際の行いとが一致しないのではあるまいか。 という疑念が生じたここをもって第三に誓いを立てて、えー、聖を立てて義を断じ持ってその儒を上手そこで第3に夫人は正解を立て疑いを断つことによって 正解を完全に身に受けたのである。強敬して立つとは、うん、ごめんなさい、苦行ですね。えー、っと、ちょっと間違えてましたね。苦行して立っと一派、常時に会員を送るは、必ず地に着すべし。苦行して立ちというのは、常に正解を立てるときは、必ず地に正座して立てることが必要である。 しかるに今仏は空に降りたももし地に弱しなばすなわち言説はるかにして通し故に立ちて地をなすなりしかしながら今仏は空中にとどまっているのでもしも夫人が着座したままならば声は仏に届きかねるので夫人は立ったまま正解を立てたのである。 重大寿を浮くといっぱ下の寿はこれ能寿の神、上の寿はこれ諸寿の実界なり重大寿を浮くの「浮くる」というのは主体的に正解を受けようとする心を表し重大寿の寿「受、えー、受ける」というのは身に受けるものとしての受の洗願を言う。 着実また誤解なりといえども求むるところは症状なりきかつて以前に受けた五つの戒めは症状のものであったが今は当重の菩提をもって語をなすがゆえに大樹という。 今は大乗の究極である永遠の悟りを得ることを目的とするから大樹というのである、えー、とここで一回切れてですね本文また小万行の本文に行きますこれが誓いのところですね「世尊我れ今日よりまし菩提に至るまで諸樹の会において本心の起こさず」 世尊我れ今日よりないし、菩提に至るまで、諸々の尊上において満身の起こさず。世尊我れ今日よりないし、菩提に至るまで、他の親式及び下の修具において失神の起こさず。世尊我れ今日よりないし、菩提に至るまで、 苗木の方において献身の起こさず。え、あれ、1個抜けました世尊我れ、今日よりないし、菩提に至るまでもろもろの主張において、威信の起こさず。え、ちょっと待って <laughs>、大丈夫かな、大丈夫かな。はい、えと、読んでいきます。それでは えと行議書の本文行きます「2> 第二のたしい受解する中につきおよそ10回あり第二のまさしく正解を受けることの中に10の正解が示されているまた開いて三つとなし第一に初めの誤解を名付けて勝利次会となす」。 それらは次の三つに分かれる。第一に最初の五つの正解を勝利次回、すなわちもろもろの悪をなすまいと誓う戒め、と名付ける。立と悪い義とは容疑なり、立とは類のことであり、義とは立ち振る舞いの容疑のことである。この誤解は異の悪を止め、 しかも容疑の類にして自ら法を失せざるなりこれら5つの世界は心の悪を制止していかなる場合の容疑でもおのずから利法に外れないものとなるのである第二に自ら己のために財務と受蓄せずよりいげシジュアルを名付けて小,小主上会となし 第二に自ら己がためにないし蓄えじ、えー、以上第六十、より以下の四つの正解を小主条会すなわち生きとし生ける者の,の利益を図ろうと誓う戒めと名付ける。<laughs> 第三に消防を召呪してついにし防止せずより家一樹あるを名付けて小全崩壊となす。 第三に消防を成就してついに孟室せじ孟失の方がいいですかね孟失以上の第十十より以下の一つの正解を小全妨会すなわちもろもろの善をなそうと誓う戒めと名付けるまさに板を気遷と干せば必ずまずうん必ずまずおのがを正しゅすべし 故に名付けてを受くおよそ人々を狂気しようとするならば人はまずもって自己の身を正しくすることが肝要であるそこで第一に自分自身が治めるべき実践として勝利議会を受けるのである「第一の己を正しゅうするは物置せんがためなり」。 ゆえに次に主情、えー、小主上会ありまた優れた愚道者が自己の身を正しくするのは必ず人々を狂気するためのものであるから第二に小主上会を受けるのである物をを消するの道は。 ただに役をやむるのみにやらず必ず復前の手ゆ故に第3に小全貌いあるなりさらに人々を狂化する方法には悪を制止するだけではなくて進んで福徳善事良きことを治めることが必要であるそこで第3に小全貌会を受けるのである。 しかるに第一は授業をもって本となして重ねて桁を表し第二は桁をもってシュートなしてよりて授業を明かし第三には合わせて授業と桁と明かすこのことを要約しよう。 1> 第1は自身の収容という事業を根本として人々を強化する桁の実践を兼ねている、えー、つまり小立議会ですね。第2は人々を強化する桁の実践を本詞とししかも事業を説いているこれが小主張会。えー、第3は事業と桁の2つ等を合わせて解き 優れた愚道者の実践を漏れなく挙げて説明している。これが小全貌会ということですかね。すなわちつぶさに大師の行をあぐることは明らかになり、 ここはいいですね続き,いきます第一の勝利次回小律儀の中の誤解につき分かってみつとなし第一にはじめの一時は昔うくるところの症状の誤解になお本心を犯さざることを明かす第一の小律儀会と名付ける5つの正解についてこれを